英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 How are you doing everybody? 今日も一緒に英語力、そして情報を英語で取りながら情報力アップしていきましょう。まずこの BBC ニュース字幕ありで確認してニュース全体の意味捉えていきたいと思います。そして次2つ目はですね、字幕を使いながらニュースに出てきた単語、表現、そしてニュースの詳細の意味確認していきましょう。そして3つ目はですね、字幕なしで同じ BBC ニュースを見て英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのか、学習した単語表現しっかり覚えているのか確認していきましょう。4つ目は日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップのためにお手本の、今回はイギリス英語ですね、真似をしながら原稿をたくさん話して英語を話すことに慣れてスピーキング力アップしていきましょう。リスニングクイズということで、この BBC ニュースに関わるクイズ1題質問、出題してみました。How many times did North Korea fire its ballistic missile this year? で、北朝鮮ですね、North Korea。今年、How many times? 何回、ballistic missile というのは弾道ミサイルですけども、弾道ミサイルを fire 撃ちましたかというクイズですね。このクイズの答えもこの BBC ニュースに出てきますので、しっかり聞き取れるように、集中して見ていきましょう。このニュースから情報を得た後は、Let's speak out your opinion and information you got from this BBC News ということで、この BBC ニュースから得た情報や感じたことを自分の言葉で英語で相手に伝える練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきましょう。より実践的な自分の情報や思いを英語で相手に伝えるアウトプットの練習も一緒にやっていきましょう。英研究家事チャンネル、いいなと思ったらぜひチャンネル登録、高評価、シェアよろしくお願いします。それでは早速字幕ありで BBC ニュース見ていきましょう。 Let's check this latest BBC news with subtitles at first. This is BBC News, the headlines. President Zelensky arrives for the second day of the NATO summit in Lithuania as Western countries are set to sign a new security arrangement with Ukraine.New allegations against the BBC presenter accused of paying a teenager for explicit photos, with claims that menacing messages were sent to a second person. North Korea fires a long-range ballistic missile. It's the 12th this year, landing in the sea off Japan. Europe's braced for a record-breaking heatwave this week, with temperatures in Spain and Italy set to rocket above 40 degrees.さあどうでしょうか。字幕なしでですね、このニュース見てみましたけれども、ニュースの概要、そしてですねクイズの答えですね、 How many times did North Korea fire a ballistic missile this year? の答え見つかりましたでしょうか。1、2、3、4つですね、この BBC ニュースに最新のニューストピックが出てきましたけれども、今からこの右側の原稿を使いながらですね、出てきた単語表現、そしてニュースの詳細の意味を見ながら、しっかり単語表現を覚えて、そして最新情報ですね、英語で取りながら情報力もアップしていきましょう。 This is BBC News Headlines. BBC News のヘッドラインですということで、まず一つ目、 President Zelensky arrived for the second day of the NATO summit in Lithuania as Western countries are set to sign a new security arrangement with Ukraine ということで、ゼレンスキー大統領ですね、ウクライナのゼレンスキー大統領が NATO のですね2日目のサミット、リトアニアで開かれているサミットに到着したということで、Western countries are set to sign a new security arrangement with Ukraine. 西側諸国がウクライナとのですね、新しい安全保障についてのアレンジメント、まあ、準備、そしてサインですね、をする予定である時にですね、こういう準備をしている時に、ゼレンスキー大統領ですね、リトアニアに到着して、NATO サミットの2日目に出席をするということですね。ここで覚えておきたい単語表現ですけども、For the second day of で、何々の2日目ということですね。ここでは、For the second day of the NATO summit。NATO サミットの2日目ということですね。For the second day of で使えておき、覚えておきましょう。そして次ですね。Western countries というのは西側諸国という意味ですね。そして、are set to ここは受け身になってますね。
a set to セットされている すなわち予定されているということですね。そして sign というのは署名するですね。 New Security Agreement with Ukraine、ウクライナとの新しい安全保障についての、まあ、準備について署名をする予定であるということですね。これが一つ目のニュースでした。次ですね。New allegations against the BBC presenter accused of paying a teenager for explicit photos with claim that menacing messages were sent to a second person ということで、menacing message、この単語ですね、皆さんご存知でしょうか。私は今回初めて見ましたね。menacing messages。これですね、menacing、脅迫的なメッセージということですね。Menacing messages。発音と合わせて覚えておきましょう。Menacing messages ですね。知らない単語が出てきたらですね、Menacing message って何だろうって頭で考えているときにもう次の話題に行ってて、聞き取りがですね、リスニングできないときがありますので、まあ、たくさん知らない単語をですね、覚えていって、知らない単語の表現を減らしていくというのがリスニング力アップの秘訣ですよね。Menacing message 覚えておきましょう。脅迫的なメッセージですね。Was sent to a second person. Second person. A second person. 直訳すると2番目の人物にということですけれども、登場人物が何人かこのニュースで出てきてですね、別の人物ということですね。ですので、ここ全体を訳すと、New allegations against BBC presenter. BBC 放送のプレゼンター、司会者に against 対する新しい疑惑ということで、accused of paying a teenager for explicit photos. この explicit photos というのはですね、卑猥な写真とか露骨な写真ですね。10代に露骨な写真を求めるために paying、まあ、現金を支払っていたと accused of、非難されている、噂されているこの BBC のプレゼンターに対する新しい allegation、疑惑ということで、which claims that、どんなことを言っているか、この疑惑ですけれども、menacing message was sent to a second person. 別の人物にもですね、menacing messages、脅迫的なメッセージを was sent、送られていた、送っていたという、そういう新しい疑惑がまた出てきたということですね。これが2つ目のニュースでした。では、ここ、覚えておきたい単語表現ですけれども、allegations というのは疑われていることですね。allegations、覚えておきましょう。Allegations against 何々に対する疑い。今回は BBC プレゼンターですね。BBC 放送のプレゼンターというと司会者ですね。そして accused of 何々で非難するということですね。ここでは accused of OV 以下で非難されている BBC の司会者ということで paying 支払うですね。paying が teenager 10代に支払う for 何々のためということで explicit photosExplicit photos で露骨な写真ということですね。そして確認した Menacing messages というのは脅迫的なメッセージということですね。新しい単語をしっかり覚えていきましょう。Menacing messages ですね。そして Was sent to a second person. A second person 直訳すると第二の人物ですけど別の人物にということですね。これが二つ目のニュースでした。では三つ目ですね。North Korea fires a long-range ballistic missile. It's their 12th this year, landing in Sea of Japan. ということで、昨日ですね、日本でもニュースになってましたけれども、North Korea、北朝鮮が long-range ballistic missiles、長距離 ballistic missile、弾道ミサイルですね、を発射したということですね。It's 12th this year ということで、12回目、今年12回目だ。ということで、landing in the sea of Japan。日本海に今着弾をしたということですね。ここは fire ですね。過去形。発射したですね。ですので、ここにリスニングクイズの答えが出てきましたけれども、the answer for this listening quiz is it was 12th round of ballistic missiles ですね。今年12回目、12th の発射になったということですね。ここを覚えておきたい単語ですけども、fire というのはラウンジと同じでですね、発射をするということですね、fire。ここは角形の fire になっています。そして、a long range、長距離ですね、そして ballistic missile というのは弾道ミサイルという意味ですね、覚えておきましょう。
そして、ランディングというのは着弾するとか着陸するって言うんですね。ランディング。In the Sea of Japan。Sea of Japan で日本海にということですね。これが3つ目のニュースでした。そして、4つ目ですね。Europe braced for a record-breaking heat wave this week with temperatures in Spain and Italy set to rocket above 40 degrees ということで、ヨーロッパ、brace for というのは備えるという意味ですね。聞きたくないですけども、飛行機に乗っている時ですね。brace for impact というと、衝撃に備えろということですよね。brace for 何々に備えるということですね。ヨーロッパのここ複数形だと国々ですけれども、ヒートウェイブ、熱波ですね。 This week、 今週熱波が来そうで、レコードブレイキングヒートウェイブ、レコードブレイキング、記録的な熱波今週来そうで、それに備えるように備えているということですね。スペインやイタリア、そして set to rocket about 40 degrees ということで、気温はなんと40度を超えていきそうだということですね。まあ、日本の夏も暑いですけども、ヨーロッパの夏も暑いということで、気候変動がやはり、影響しているのかもしれませんけれども、ここで覚えておきたい単語。brace for 何々に備えるということですね。brace for record breaking 記録的な、これまでの記録を上回るようなですね。heat wave 熱波ですね。そして set to 先ほどもbe set to 受け身で出ましたけれども、set to、こうなりそうだということですよね。set to rocket about 40 degrees。rocket というのはですね、急に、ロケットって打ち上がるので、急に上がりますよね。set to rocket。気温が急に上がって、劇的に上がって above 40 degrees。40度ですね、degrees。40度以上になりそうだということで、it's too hot ですね。さあ、では、このニュースに出てきた単語、表現確認して、ニュース全体の意味も確認しました。そして、リスニングクイズの答えもですね、見つけましたね。It was 12th launch でした。12度目の北朝鮮の長距離弾道ミサイルの発射。クイズの答えも見つけましたので、次は3番目。この BBC ニュース、字幕を隠してですね、英語だけで見てみましょう。しっかり英語のリスニングだけで意味捉えられるのか、学習した単語表現ですね、しっかりと覚えているのか、今回新しく出たこの、脅迫的メッセージですね。Menacing messages。しっかり聞き取っていきましょう。それでは、Let's try to understand every details of this BBC news, but this time only listening English without subtitles. Let's practice it. This is BBC News, the headlines.President Zelensky arrives for the second day of the NATO summit in Lithuania, as Western countries are set to sign a new security arrangement with Ukraine. New allegations against the BBC presenter accused of paying a teenager for explicit photos, with claims that menacing messages were sent to a second person. North Korea fires a long-range ballistic missile. It's the 12th this year, landing in the sea off Japan.Europe's braced for a record-breaking heatwave this week, with temperatures in Spain and Italy set to rocket above 40 degrees. さあ、どうでしょうか。字幕なしでしっかりとこのニュースの意味聞き取れましたでしょうか。そして、学習した単語表現ですね。しっかり聞き取って日本語の意味がパッと出てくるぐらいしっかり記憶できてましたでしょうか。たくさんいろんな種類の英語を聞いてリスニングに慣れていく。いろんな種類の英語に慣れてですね、そのスピード、アクセント、発音、リズムに慣れて、そして関連する単語や表現もしっかり覚えて、語彙力、単語力増やしていきましょう。それでは次、4番目ですね。音読練習やっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われがちですけれども、どうしてもこの海に囲まれた島国日本に住んでいるとですね、あまり普通はですね、外国の方と英語で話したり、英語を話す機会、使う機会というのが少ないと思います。使わない英語、なかなか上達しませんので、家で気軽にできる音読練習をしながら、たくさん楽しく英語を話して、英語を話すことに慣れて、スピーキング力どんどんアップしていきたいと思います。ということで、今見ていただいている視聴者の皆さんとですね、一緒に楽しく英語を話していきたいと思いますので、やっていきましょう。やり方は非常に単純で、この左側のお手本の英語ですね、今回は BBC イギリスニュースですので、
イギリス英語ですね。お手本にして、まず左側のお手本を部分部分聞きます。一つ一つの単語の発音、文章になった時のですね、スピード感、アクセント、まあ、リズムですね。しっかりと集中して聞いて、その後にそのお手本を真似して右側の原稿を何度もお手本と同じように話せるまでですね、練習します。この動画は時間の関係で、一度ですね、一度しかやりませんけれども、皆さんはですね、何度も何度も前に戻ってお手本を聞いて右側の原稿をお手本通り話す。この練習を繰り返すことによって確実にですね、英語を話すことに慣れてきますし、練習すればするほど自分の口から出た英語を自分の耳で聞いたときに、あ、私の話している英語、発音、アクセント、リズムはどんどんお手本に似てきている。かっこよく話せるようになってきているという感覚になってきます。そうするとですね、自分のモチベーション、自信にもつながりますので、たくさん楽しく英語を話していきましょう。それでは、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speakers. Let's practice speaking in English, of course, with having fun. Let's try it. This is BBC News, the headlines.President Zelensky arrives for the second day of the NATO summit in Lithuania as Western countries are set to sign a new security arrangement with Ukraine. ではこの部分、今聞いた音を真似していきましょう。This is BBC News, the headlines. President Zelensky arrived for the second day of the NATO summit in Lithuania as Western countries are set to sign a new security arrangement with Ukraine. ですね。では次、2番目のニュースいきましょう。New allegations against the BBC presenter accused of paying a teenager for explicit photos, with claims that menacing messages were sent to a second person. ではこの部分いきましょう。New allegations against the BBC presenter accused of paying a teenager for explicit photos with claims that menacing messages were sent to a second person. ですね。では次3番目のニュースいきましょう。North Korea fires a long-range ballistic missile. It's the 12th this year, landing in the sea off Japan. Europe's brace. ちょっと行き過ぎましたので戻りますね。ではここ行きましょう。North Korea fired a long-range ballistic missile. It's 12th this year, landing in the sea of Japan. ですね。では次、4つ目行きましょう。Europe's braced for a record-breaking heatwave this week, with temperatures in Spain and Italy set to rocket above 40 degrees. ではこの部分行きましょう。Europe's braced for a record-breaking heatwave this week, with temperatures in Spain and Italy set to rocket above 40 degrees. ですね。さあどうでしょうか。皆さんもですね、お手本をしっかりと真似しながらたくさん英語話しましたでしょうか。やはり何事もそうですけれども、練習しないと上達しないですよね。ですので、英語のスピーキング力をアップしようとすると、たくさんこのようにですね、お手本を真似して、何度も何度もお手本を聞いて、そのお手本を真似して自分の口から英語を話す練習をする。これを繰り返すことによって、英語を話すことに慣れていきますし、そしてお手本を真似してますから、自分の口から出たアクセント、発音、リズム、まあ、スピード感っていうのがどんどんですね、上手な英語に、近づいていきます。すなわち上達しているということですので、モチベーションもね、やればやるほど上がっていくと思いますので、たくさん英語をしていきましょう。さあ、では次はですね、もう少し難しいですけれども、Let's talk about your opinion and information you got from this BBC latest news. Let's talk about your opinion by your own voice. ということで、自分自身の言葉、英語でですね、このニュースから得た情報や、そして思ったことを相手に伝えるアウトプットの練習、スピーチ練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。この練習もですね、家で独学でしっかり自分で練習できますので、ぜひ皆さんもやってみてください。今画面に映っている Google 自動翻訳。言語を検出する方を英語にセットします。そして右側ですね、日本語にセットして、このボタン。音声入力による翻訳というボタンを押して、ここが青く変わります。そしてお話しくださいという表示が出ますので、それが出たらですね、英語でこのニュースから得た情報、そして自分が思ったことを英語でスピーチします。そうすると話した英語、すべて Google が左側に
文字で聞き取って起こしてくれます。右側の翻訳の方はですね、瞬時に日本語で自分の話した英語の意味を訳してくれます。表示してくれます。スピーチが終わった後、このボタンを押すとですね、このあたりに音声を聞くというボタンが出てきます。それを押すと、この左側の自分のスピーチを今度は Google が音読してくれますので、それを聞きながら右側の日本語訳と照らし合わせて、自分の英語のスピーチがしっかりと通じているのか、つまり自分の英語の発音、アクセント、しっかりとですね、正しく発音できているのか、話せているのか、そして使っている単語や表現、文法ですね、そして情報量、しっかりとニュースから得た情報をアウトプットできているのか、確認することができます。家にいながらですね、無料で好きな時に、この実践的な英語力、鍛えることができますので、皆さんもぜひこの Google 自動翻訳を使って練習してみてください。それでは、このボタンを押してですね、私がこの NHK、この BBC ニュースから得た情報、そして感じたことや思ったことをですね、英語でスピーチしてみたいと思います。では行ってみましょう。Let's try to speak my opinion and information I got from this BBC latest news. There was four topics in this latest BBC news. The first news was that President Zelensky of Ukraine arrived for the second day of NATO summit as Western countries is preparing to sign a new security arrangement with Ukraine. Only things I hope is that to end this war, Russia invasion to Ukraine will be ended as soon as possible. We have to protect Ukraine against Russia's invasion.By any means to protect our democracy. Otherwise, I think that same things might be occurred somewhere in the world. It might be near Japan in Asia. And the second news was about the allegations related to the BBC presenters. The BBC presenters was accused ofPaying money for teenagers for getting explicit photos. And according to this latest BBC news, the suspect is said to be sending menacing messages to a second person. And the third news was about North Korea. According to this news, North Korea launched long-range ballistic missiles. That launch was 12th launch in this year. So Japan is a near country from North Korea. And sometimes that kind of long-range ballistic missiles flew over Japanese archipelago. So it was dangerous. And last news was about heat wave.Which might hit this week over the Europe. And according to this BBC news, degrees in Europe will surpass 40 degrees this week by that heat waves, a record-breaking heat waves, that said. This information I got from this BBC latest news.こんな感じで、スピーチしてみましたけれども、話したいことですね、すべて左側にこのように英語で文字に起こしてくれます。右側にはですね、その日本語訳が表示されています。そして、このボタンですね、音声を聞くというボタンを押すと、この左側の英語を Google が音読してくれます。つまり、自分のオリジナルのスピーチを聞き直しながらですね、右側の日本語訳と照らし合わせて、自分の発音、しっかり通じているのか、自分の話した間、そして単語表現ですね、使っている単語表現、文法、そして全体の意味、そして情報量ですね、しっかりとニュースから得た情報をアウトプットできているのか、そういったところ、まず確認することができます。それではですね、まず私の英語オリジナルスピーチ確認してみましょう。Let's review my original English speech. There was four topics in this latest BBC news. The first news was that
Presenter Lansky of Ukraine arrived for the second day of NATO summit, as Western countries is preparing to sign a new security arrangements with Ukraine. Only things I hope is that to end this war. Russia's invasion to Ukraine will be ended as soon as possible. We have to protect Ukraine against Russia's invasion by any means to protect our democracy. Otherwise, I think that same things might be a card somewhere in the world. It might be near Japan in Asia. And the second news was about the allegations related to the BBC presenters. The BBC presenters was accused of paying money for teenagers for getting explicit photos. And according to this latest BBC news, the suspect is said to be sending. When I send messages to a second person. And the third news was about North Korea. According to this news, North Korea launched long-range ballistic missiles. That range was 12 with range in this year. So Japan is a near country from North Korea, and sometimes that kind of wrong range. Various missiles flew over Japanese archipelago. Said it was dangerous, and the last news was about heat wave, which might hit this week over the Europe's. And according to this BBC news, degrees in Europe were super spotty degrees this week by that heat waves. A record-breaking heat waves that said. This information I got from this BBC latest news. こんな感じで、まず自分のオリジナルスピーチをですね、聞き返しています。そして日本語と照らし合わせているとですね、意味がおかしくなっているところ、伝わっていないところですね。それはつまり自分の発音が正しくないということですので、まず自分の発音の苦手な部分ですね、そして使っている単語や表現も把握することができます。そしてその部分をですね、この左側の、英語、画面上で修正できますので、伝わっていない部分を修正して、もう一度ですね、その修正版を聞くということですね。そして聞いた後に、もう一度聞いた英語、発音を意識しながらですね、伝わっていないところを意識しながら音読をする。これによって、どんどん、自分のですね、発音も良くなりますし、そして、自分の思いやですね、持っている情報を英語で相手にアウトプットするという、より実践的なですね、英語力、どんどん身についていくと思いますので、皆さんもぜひ、Google 自動翻訳を使ってですね、スピーチ練習やってみてください。それではですね、この左側の英語を修正して、見たいと思います。こんな感じで、左側のですね、スピーチを書いて、改善してみました。修正してみました。参考にしたいな、見てみたいなと思う方は、動画一時停止ボタンを押して、ゆっくりですね、確認していただいて、参考にしていただければと思います。それでは、この左側の修正版もですね、一度聞いておきましょう。Let's listen this revised English speech. There was four topics in this latest BBC news.The first news was that President Zelensky of Ukraine arrived for the second day of NATO summit as Western countries is preparing to sign a new security arrangements with Ukraine. Only things I hope is that to end this war, Russia's invasion to Ukraine will be ended as soon as possible. We have to protect Ukraine against Russia's invasion by any means to protect our democracy. Otherwise, I think that same things might be occurred somewhere in the world.It might be near Japan in Asia. And the second news was about the allegations related to the BBC presenters. The BBC presenters was accused of paying money for teenagers for getting explicit photos. And according to this latest BBC news, the suspect is said to have sent menacing messages to a second person. And the third news was about North Korea.According to this news, North Korea launched long-range ballistic missiles. That launch was 12th in this year. So Japan is a near country from North Korea. And sometimes that kind of long-range ballistic missiles flew over Japanese archipelago, so it was dangerous. And the last news was about heat wave which might hit this week over the Europe's. And according to this BBC news, temperature in Europe this week by that heat waves.A record-breaking heat waves will surpass 40. These information I got from this BBC latest news.
こんな感じでですね、画面上で自分のオリジナルスピーチを修正してですね、もう一度聞くということで、まあ、正しい発音とかですね、正しい文法、そして内容もですね、しっかりとまとまると思いますので、まあ、このようにですね、Google を活用してしっかりとですね、自分のスピーチを改善していくということですね。では最後にですね、この左側の英語を視聴者の皆さんと一緒に音読をして、音読というのはスピーキング力アップにつながりますので、音読をしながらですね、新しい単語を覚えつつ、そしてこのニュースからですね、得た情報をですね、自分のものにしつつですね、この動画、英語学習動画終わっていきたいと思います。では一緒にですね、英語を声に出していきましょう。There were four topics in this latest BBC news.The first news was that President Zelensky of Ukraine arrived for the second day of NATO summit as Western countries is preparing to sign new security arrangements with Ukraine. Only things I hope is that to end this war, Russia's invasion to Ukraine will be ended as soon as possible. We have to protect Ukraine against Russia's invasion by any means to protect our democracy. Otherwise, I think that same things might be occurred somewhere in the world.It might be near Japan in Asia. ですね。では次、2つ目いってみたいと思います。And the second news was about the allegations related to the BBC presenters. The BBC presenters was accused of paying money for teenagers for getting explicit photos. And according to this latest BBC news, the suspect is said to have sent menacing messages to a second person. ですね。Menacing ですね。Menacing messages. 脅迫的なメッセージですね。Menacing. つづりこれでしたね。Menacing. Menacing messages ですね。脅迫的なメッセージを送った。で、次3つ目です。And the second news was about North Korea. According to this news, North Korea launched long-range ballistic missiles. That launch was 12th in this year. So Japan is a near country from North Korea, and sometimes that kind of long-range ballistic missilesthrough of Japanese archipelago, so it was dangerous. And the last news was about heat wave, which might hit this week over the Europe. And according to this BBC news, temperature in Europe this week by that heat waves, a record-breaking heat waves, will surpass 40. This information I got from this BBC latest news. Now,こんな感じで自分のオリジナルスピーチを修正して正しくしたものを聞く、そしてそれを音読するというこの繰り返しによってですね、どん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 と、実践的な英語力ですね、自分の持っていることとか持っている情報をスピーチで相手に伝えるアウトプットする力どんどんついていくと思いますので、皆さんもぜひ Google 活用して練習してみてください。いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習、イギリス BBC ニュースを使って私たちの英語力、そして情報をですね、英語を通して私たちのものとしてですね、情報を知りながら英語力アップしてみました。世界中ではですね、また今日もたくさんいろんなことが起こっているということで、英語力があればですね、日本で報道されないような情報も英語で、聞いて、自分の情報力を増やしていけると思います。自分の世界もですね、どんどん英語ができることによって、広がっていくと思います。引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画を上げていきますので、英研究家事チャンネル、いいな、英語学習に使えるな、情報も取れるな、なんて思った方は、高評価、そしてチャンネル登録、一緒に英語を勉強しているお友達へのこのチャンネルのシェアなんかもぜひよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoyed this video and we could learn new English vocabularies and expressions and information from this latest BBC news. If you think my videos is worthwhile to watch to improve your English skills, please subscribe it and share it with your friends. Again, thank you so much for watching my video till the end. Have a good day and goodbye.